山口恵り子は、元北海道文化放送の報道記者、ニュースキャスター。現、フリーアナウンサー。北海道、札幌市出身。北海道札幌海星高等学校、北海学園大学経済学部卒業。大学在学中より、モデルやお天気キャスターとして活動し、道内各局のテレビ番組に出演した。1995年。 大学2年時に1995年ミス札幌に選ばれ1年間各種イベントに参加して札幌を国内外での PR 活動に勤しむ。1997年北海道文化放送へ報道制作局の記者として入社。記者時代は主に北海道警察を担当した。1999年9月よりブスーパーニュースのキャスターを務めた。2001年には 休暇で訪れていたニューヨークで、アメリカ同時多発テロ事件に遭遇し、系列局のフジテレビから全国へ向けて、緊急の現場取材、リポートを行った。後に、上記の活躍が評価され、フジテレビ報道社長賞の栄誉に預かる。2004年5月に、NHK 札幌放送局の記者と結婚し、同年10月に退職。ブスーパーニュース出演最終日には、 私の中に新しい命が宿ってますとコメントし、妊娠していることを公表する。現在は、沢恵理子名義で、フリーアナウンサーとして活動し、二児の母親でもある。2016年、北海道文化放送、報道スポーツ局報道情報部みんなの、テレビアシスタントプロデューサー。2019年より、同局同部民テレアシスタントプロデューサー。ありがとうございます。